はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは、アルハルです。今日紹介するお酒はこちら、ジムビームゴーストです。はい、こちらが、ジムビームのゴーストという、ウイスキーになります。わかりますかね、このジムビームのゴースト、とても透明でもう白いウイスキーなんですね。まあ、ホワイトウイスキーと言われております。こちらのウイスキー、グレンモードなので、40度の、アメリカのお酒ですね。ジムビームという、名前か分かると思います。で、こちらのジムビーム、見て分かりますかね。この、人の顔が写ってるんですけど、これがとても面白い印刷をしております。ちょっと動かしますね。分かりますかね。目が動くんですよ、こちら。ちょっとギョってきますよね、これ。よく映ってるかな。もう動くんですよ、こちら。ジムビーム、ゴースト。こちらの、ジムビームのゴースト、ケンタッキー州で、上流で、醸造されている、世界でも有名な、ジムビームの、作品になっておりますね。はい、でこちらのゴースト、タウの内側を焼いた、ホワイトオークのタウで1年間だけ、熟成後、同化することによって、原料の、持つ味わいや香り、熟成感を残しつつ、色合いを透明にしてボトリングした、ホワイトウイスキーとなりますね。でこちらの、顔なんですけども、こちらジムビームでシェイコブと言われてまして、ジムビームの創業者のシェイコブビームを、させているらしいです。ジムビーム、なるほどね。はい、では、こちらのジムビームのゴーストをちょっといただきたいと思います。ロックでいただきます。もう水なのってぐらい、透明ですね。普通ウイスキーって言ったらもうウイスキーの意味と、ちょっと濃いちょっと色合いがついていると思うんですけれども、とても透明ですね。白いですね。もうこれ水って言って渡されたらちょっと分からないかもしれませんね。ああ、香りはなんかこれ、水じゃないことは確か、ちょっとアルコール臭がするんですけども、なんかちょっと表現できない香りがしますね。なんか木の香りもするんですけど、木の香り、ちょっとこういう言葉で表現するのは難しい香りですね。はい、それではいただきます。そんな鼻にツーンってくる匂いじゃないんですよね。ジムビームってちょっと私個人的にはちょっと甘い、私は好み的にはちょっと苦手なお酒の一つなんですけど、ウイスキーの中ではですね。ちょっといただきます。ほう、おお、なるほどね。ほう、全然このカッとならないですね。すごいもうスーッと口から喉からこう通っていきますね。なんでしょうこれ。ウイスキー飲んだらちょっとカッとか、ちょっと強いやつは来たりとか、ちょっとウイスキーの味、当たり前なんですけどねするんですけど、すごいスッとしますねこれは。そのウイスキーの味がちょっと苦手っていう人はちょっとこれ飲んだらすごいさっぱ、もうほんとさっぱりしてて飲みやすいですね。あ、ゴク
ごくいきますねこれ。で後からちょっともうスッと入って、後からふわってなんかもう味がきますね、香りも味もちょっとついてから、後から遅れてから、ああウイスキー飲んでんだなって感じですね。けど普通のウイスキーではないですね、やっぱり、ホワイトウイスキーっていうだけあって、すごく飲みやすいですね、いただきました。ご視聴ありがとうございました。アデハブでした。またお願いします。また会いましょう。